交通情報をお知らせします。お船に関越道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。高坂サービスエリアを先頭に6キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて県道を久喜平岡方面へ向かわれる方にお知らせします。久喜平岡ジャンクションを先頭に平岡総武ユーターまで3キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて大川を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。和光ユニーターまで5キロほど交通集中のため渋滞しています。タイミーラジオ、高